エンドクレジットの例エンドクレジットは特定の映画、テレビ番組、またはビデオゲームのキャストとスタッフのリストのことである。オープニングクレジットが作品の最初に表示されるのに対し、エンドクレジットは作品の最後に表示される。フルセットのクレジットにはキャストやスタッフだけでなく制作スポンサーや配給会社、作品のためにライセンス、または作曲された。 音楽作品、著作権などの様々な法的面積事項なども含まれる。通常、エンドクレジットは黒一式の背景に白い文字で表示され、音楽をバックにすることが多い。クレジットは一連の性的なフレームか、画面の下から上にスクロールする単一のリストである。時には、この標準的な形式から外れて別の方向にスクロールしたり、 イラスト、追加シーン、NG、ジョーククレジット、ポストクレジットシーンなどが含まれることもある。映画のクロージングクレジットに制作スタッフやキャストを完全に記載することがアメリカ映画で定着したのは1960年代後半から1970年代前半のことである。一般的にはオープニングクレジットのみで主要なキャストとスタッフだけで構成されていたが、 最後に、キャストの名前と彼らが演じたキャラクターが表示されることもあった。オープニングクレジットがほとんどなく、クロージングクレジットが充実していた。最初の大作映画は、80日間世界一周と、ウエストサイド物語の2作であった。ウエストサイド物語では冒頭に、タイトルだけが表示され、80日間世界一周では、オープニングクレジットが全くなかった。 ありがとうございます。